皆さんこんにちは、お酒の美術館チャンネルです。今日は急遽3人でアイラトークしていきたいと思います。アイラトークって何ですか？え？アイラ知らん？アイラは知らないアイラは知らないトークは知ってる、喋るよね。アイラって何？アイラ知らない。知らない。アイラっていうのはあのスコッチウイスキーの中のアイラ島っていう島で作られてるウイスキーのことをアイラウイスキーっていう。あ、なるほど。あ、スコッチの中の。そう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 、スコッチウイスキーの中のアイラウイスキーです。なるほど、うん、特に、お酒の美術館の四条室町店、ここですね、ここの店舗は、アイラウイスキーの種類が豊富なので店長である本間君にレクチャーしてもらいました。お願いします。はい、飲んでいきましょう。はい、乾杯。どうですか？どうですか？え？なんかすごい香りがやばい。え？これ今飲んでるんですか？そうそう、どんな香りする？煙っていうか、なんていうか、ほう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 、僕は好きじゃないっていうか今ニコラに飲んでもらったのはアドベックの10、10年これをね、これを飲んでもらったんですけど、はい、もともとアイラウイスキーっていうのは、まあ、大麦麦芽、まあ、これシングルモルトなんですけど、大麦麦芽からできてて、でその1個の工程のとこで、まあ、麦を乾かすっていう工程があるんだけど、普通のウイスキーっていうのはだいたい石炭で燃料を使ってるんやけど、アイラ島はちょっと特殊でピートっていう、デイタンって書いてピート、まあ、聞いたことある？聞いたことあります、うん、を使って乾かしてるから、こういうスモーキーな匂いというか煙っぽい匂いが特徴のウイスキーになってる。ピートっていうのはまあこれがピート、いわゆるデイタン、泥の隅って書いてピートって読むんですけど、まあこれはちょっと固めたものなんですけど、まあ基本的には水辺とか海とかにある海藻とかそういったものが固まって泥化したものを乾かして、こういう炭状にして、こうこれを燃やすことによってこういうスモーキーな、よく言われるのはセイロガンとかそういった香り、ちょっと薬品っぽい匂いっていうのが元がこのピートになってますね。見た目は何とも言えないですよね。普通にこのままやと普通の土、これが燃料ってことですね。そう、これが燃料、これ燃料にして麦を乾かす。そうそうそう、これからこれになる、これの匂いがこっちに移って、臭くはないですね。そうそう、ただの土とか泥やから。これ癖がすごいんですけど、飲む人とかいるんですか？あ、結構限定的やけど、はい、飲む人の一個の特徴としてはマニアックな人が多いかな。マニアック、マニアック、もウイスキーやったらこれしか飲まないみたいな。あとは、うん、ちょっと変態チックな、あら変態チックな男性が多いかな。最近は女性も結構ね、好んで飲む方が多いので、女性も飲んでるとこみたいな、変態だよね。変態やなと思っちゃうかな。カッコつけてる感じの方が結構いるかなと思いますね。女性と飲みに来た時に、そう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 、なんかこう一番癖のあるやつくださいみたいなで注文しあって、ね、で失敗するみたいな人もあ、僕みたいな顔になっちゃうんですか？そうそうそう、みたいな、さっきみたいな顔に、ちょっとその自信満々に注文したのに、うん、そうそうそう、あのすごい暇がった顔して飲めなくてみたいな。我慢できないもん、勝手にこんな顔になるんですよ本当に慣れてないんで。まあ、そうなった時は優しくフォローして、ちょっと氷入れてあげるとか、ソーダで割ってあげるとかいうフォローしてあげると、それこそバーテンダーだなと、うん、僕もいつかこんなお酒飲めるんですかね。飲み知らないですか？まあ、頑張ります頑張って。本間君、これ何ですか？こちらは、まあ、アイラと、まあ、アイラウイスキーの中でもいわゆるオーソドックスなところをちょっと集めてみたんですけれども、まあ、こちらから順番にあの癖が少しずつ強くなっていくっていうのが順番なんですけど、まあ、まずこちらがボーモアの12年、うん、まあ、いわゆるアイラの中では中間の地点、だいたいこれからきつい弱いみたいなスタンダードなところがボーモアですね。でこちらがカリラの12年、
ちらも、まあ、ボーモアよりは少し癖は強いんですけど、うん、ハイボールとかで飲むと結構大人なハイボールになっていい、ね、結構美味しいですね。こっちがラガブーリン、うん、16年、熟成長いですね。16年少し長いんですけど、まあ、こちらは重厚感のあるピートというかしっかり飲みたいなって時におすすめなのがラガブーリン16年ですね、うん、でこちらがラフロイグの10年、ラフロイグこれはもうまあ皆様見たこともあるかなとは思うんですけど、人気やんね、これね、アイラのジョーとか言われてるんですけども、うん、まあ、ラガブーリンより少し粗いんですけど飲みやすい、まあ、飲みやすいって言ってもニコラとかからしたらだいぶ飲みにくいと思うんですけど、そうですね。でこっちがアードベックの10年10、まあ、これはもう言わずと知れたオーソドックスの中では一番癖が強いかなって言われてる、さっき飲んだやつです。そうド変態好きっていうド変態好き本当にアードベック好きはアードベギャンとか言われてるね。なんかここに目立ったマットブラックなボトルあるんですけど、これって何ですか？こいつがもう全然別格のウイスキーになってて、まあ、大体この辺って、まあ、PPM って言い方するんですけど、そのさっき言ったピートの乾燥させ具合みたいな数値があるんですけど、大体こうアードベックでもマックス55ぐらいなんですけど、55、まあ、これがね高いか低いかちょっと分かりづらいんですけど、このこいつはオクトモアっていうんですけど、こいつの場合はその PPM が 139.5、 139? でもアードベックの3倍近く、もう倍ぐらい、癖が強い、だいぶ癖が強い、一番癖が強いと思ってるやつよりまださらに、そう、これよりやばいのあるんですか？これよりレベチ、レベチ超コアな方すっごっ、これはもう本当に好きな人しか飲めないこと、飲めます、飲める、すごっ、飲めます、飲める、うわぁ、光栄先輩だはい、まあ散々アイラの紹介、癖が強いとかいう紹介したんですけども、はい、アイラウイスキーは飲めば飲むほどハマるウイスキーっていうので有名なので、うん、皆さん最初はちょっと抵抗あると思うんですけど、ぜひ一回飲んでみてもらって、そこから少しずつ少しずつ飲んでもらって、気がついたら飲めるようになってますんで、ぜひぜひ飲んでもらいたいなと思います、はい、ニコラ最後オクトモア飲んでみるじゃあ飲んでみます、いっちゃえ、いっちゃえ、我慢できます、まあ、バーテンダーなんで我慢できなかったかな美味しいです今回の動画が面白いと思ったらいいねチャンネル登録も忘れずに、それでは次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ